でなんか志望動機書くにもそんなに強い軸がないから、まあ、なぜ軸を聞いてるかっていう企業側の視点からすると、価値観もそういう確固たるものがあるのに、その自分にちょっと気づけてないのかな。軸はなくていいです。どうもしゅんです。こんにちは。今回は就活ダッシュの企画ということで、悩める就活生が就活のプロ3人にガチ相談という企画になっております。今回も実際の就活生と就活生の相談に乗ってくださる大人の方3名に来ていただきました。じゃあまず金本さんから自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。金本と申します。現在はマイクロソフトでプロダクトマーケティングに従事しているんですけども、まあ、これまでのキャリアの中では日系の通信会社ですね、そちらの方でまさに新卒採用担当とかをやってた経験があります。小柳と申します。私はですね、新卒で P&G という会社でマーケティングを、その後ルイ・ヴィトングループ LVMH という会社でマーケティングをしてから、現在独立して会社を経営しています。就職活動の支援として、大学時代には、外資就活というドコモの立ち上げに参加し、その後、2015年頃、ワンキャリアの立ち上げに参加しまして、気づけば就活に詳しい謎の30代に魚はゲートウェイおじさんの感じがします。世界に紹介の道場の名前で YouTube をやってますので、はい、よろしくお願いします。広告代理店に6年勤めてまして、そこから辞めて自分で会社を経営しています。今回登壇をさせていただく就活生の方は、簡単に自己紹介お願いします。度胸大学英語学科3年の高橋鈴香です。本日はよろしくお願いします。今どんな感じで就職活動は進めてますか。正直今2ヶ月ぐらい就活は全くしてないです。でも5月6月ぐらいにサマーインターンの選考を受けてたんですけども、7月8月でどんどん折られてしまって、もうやりたくないと思って2ヶ月ぐらい離れてます。なのでサマーインターンは全部落ちました。最近秋冬インターンもちょっと頑張ってみようかなと思って準備しようかなって思いつつ、まだ行動はしてない状況です。今行きたい業界とか興味のある企業とかってあったりしますか。興味のある業界は正直わからないんですけど、行きたい企業でいうとワンキャリアさんとニュースピックスさんに行きたいです。それはなんでなんですか。ダイアリーの企画で実際に働いてる人と関わってみて、あ、面白そうだなって思ったのがきっかけですね。自分がコンテンツ発信が好きなので、まずコンテンツ発信しているっていう点と、そのワンキャリアの方たちと話して、あ、この人たちの元で働きたいって思いました。定まらないっていうのがお悩みというふうに伺ってるんですけれども、はい、今結構テキパキとコンテンツを作るような仕事をしたいとおっしゃられていたり、はい、あるいはそのこういう社風の人が好きっていうことをおっしゃられていて、はい、それって軸じゃないのっていうのを伺ってて最初に感じたんですね、はい、でも多分この悩みを抱かれた背景があったと思うので、はい、なんでその軸がないのかなと思っちゃったのか、もう少し教えてもらえますか。自分の軸っていうのが人とか環境なんですね。就活の説明会とかっていいところばっかり見えるじゃないですか。だからどこもいいなって思っちゃうんですよね。サマーインターンの時はいろんなところに申し込んで全部ダメで、でなんか志望動機書くにもそんなに強い軸がないから、本当にここに行きたいですっていうのを書けなくて、それで、あ、自分ってまだ全然曖昧なんだなって思ったりとか、いろんな人と話していく中で全然まだ抽象的だよ、具体化できてないよって言われたので、まだまだ抽象的なのかなって思いました。いただいた質問自体が軸に関するもの、就活軸は定まりませんというものだったので、まずこれに直接お答えしたいなと思っていて、軸はなくていいです。おー、そもそも21歳ぐらいの時点で人生の軸が定まっている人がいたとして、その人は会社員にならない気がするんですよ。確かに。どういうふうに就活では答えたらいいかという話で、その会社が求めてそうな人材はどんな軸を持ってそうかっていう観点を一回持ってみてほしいんです。あ、それはどういうふうに情報を集めたらいいかっていうと、説明会であり OB、OG 訪問であり、さらにですね、採用ページ、もっと言うと IR 情報と言われる、投資家向け情報の中にある個人投資家向け情報というページを見ていただくと、数字が弱い人でもすごく分かりやすく、その会社の強み弱み、これからの展望が書いてあるので、そこまで読んだりとか、あと
とはオープンワークとか就活会議のような就活口コミサイトを見ていただくと、大体その会社にいそうな人はどんな軸を持っていそうかが見えてくるんですね。嘘はつかない方がいいと思います。そこで嘘をついたら多分内定はできるんですけれども、入社もすごく苦労される。協調性たっぷりの人ですって言って内定したとして、多分1年目で鬱になると思うんですよ、その軸で内定する会社は。でも自分が嘘じゃない範囲で相手の会社がどんな軸の人を求めていそうかを調べて、それに紐付けられそうな自分のエピソードを用意する。用意っていうのも嘘じゃなくって、どういう軸の人を会社は求めてるんだ、だったら私の人生の中でこの話が使えるかなって思ってもらう。でその話を面接でしていただいたり、 ES のエピソードに選んでいただくと、単純に軸っていうものをなんかこう自分がまずこう持ってなきゃいけなくて、それに合わせて会社とどうすればっていうところから一回離れられるので、就活の考え方が楽になるんじゃないかなと思います。どうですか？楽になりました。就活やっていく中で自分探しの旅みたいな感じで、なんかどんどんずれてきちゃってたんですよ。納得内定するためには相手を求めてる人材の軸調べて、そこにぶつけるものを探していけばいいんだなって分かりました。自分が嘘じゃない範囲でっていうのが一個のポイントかもしれないですね。続いて南さん、いかがでしょうか？まあ、なぜ軸を聞いてるかっていう企業側の視点からすると、要は嘘をついていないかっていうのが一番大事なことなんですね。要は着飾った状態で嘘をつかれると入社のギャップを感じてしまって辞めてしまうと、辞めてしまうと研修とか採用とかお金と労力をかけたのに辞めちゃうと企業の損失になっちゃうから、だから嘘をついてないかなっていうのがまず大事ですね。嘘ついてないかって確かめる瞬間は、挫折した時に自分はどういう価値観、どういう行動をしたのかっていうところを見てるんですね。なのでそこだけ僕は注力すればいいかなと思っていて、今までの人生で挫折って何だったんだろうなっていうことを思い浮かべると、実はそれが自分の嘘偽りのない価値観なのかなっていうので、今の21年間の中で自分が何を目標として何に挑戦して何が挫折だったのかなっていうのを考えるとちょっといいのかなと思いました。挫折した経験ありますか？目標を高く持ってそこに一生懸命頑張って挫折みたいな経験はなくて、なんか普通になんとなくで生きてきて、コロナで大学生活が満喫できなかったことって、この世代全員が経験した挫折だと思います。で、そこでですね、どうリアクションしたか、どう反応してどういう人生を選んできたかはすごく大きいターニングポイントになると思います。コロナ禍でいうと学生団体立ち上げました。立ち上げたのは LGBT の知識を広めようっていう団体なんですけど、その学生時代に LGBT で悩んでる、家族にあんまり理解されないとかで悩んでる子がいて、そういう子たちを助けたいな、もっと多様な生き方あるんじゃないかなと思って立ち上げました。それってなんでその団体を立ち上げるっていう答えに行き着いたんですか？一緒にその話をしてる友達がいて、じゃあなんか2人でやってみようかってなって立ち上げました。自分個人で意見発するより団体として大学名出して発信していった方が影響力あるんじゃないかなっていうふうに思いました。いや、なんかめちゃめちゃそこになんかヒントある気がしてて、思ったこと行動に移してるじゃないですか、はい、行動力あるし、でそれを一人でやるんじゃなくて、まあ、仲間を作るもそうだし、効果を最大化するためにはどうしたらいいかっていうことを考えてやってますよね。はい、めちゃめちゃ魅力ある人じゃないですか。ずっとこう出てくるから、もう価値観もそういう確固たるものがあるのに、その自分にちょっと気づけてないのかなと思っていて、それで言うと今ってそういうなんか自分の中の整理とかサマーインターンも含めて振り返りなく歩みを進めている感じがするので、はい、立ち止まっていいんじゃないかなって思って。その振り返りをどういう風に振り返ればいいかわからないです、なんか学生団体にしてもインターン参加にしても、なんか自分にとってはそんな別にチャレンジではなくて普通なことかなって思ってたので、おすすめの方法として、これテクニック論なんですけど、自分史作るといいと思います。自分史を作る、何年に生まれ、どこどこで生まれ育ち、ここで引っ越しがあったとか、友達ができなくて悩みとか、何でもいいんですけど、なんかこう振り返っていって、ターニングポイントみたいなものってちょっとある気がするんですよ。で自分はないなと思ってやってたら、あ、自分の価値観ってここでなんか形成されたなみたいなのって意外と出てくるんですよ。でそれってこうやってぼーっと考えると
結構出てこなかったりするんで、なんか書き記したりしながら目に見える形にしていくっていうことが結構重要かなと思ってて、これもう一つ重要なのが言語化するっていうのも結構一つ重要かなと思ってて、誰に聞かれた時にもこういうふうに答えるみたいな言語化をしようとすると深く考えるっていうふうにすると思うんです。この言葉適切かなとか、これで伝わるかなってなると思うので、それをこう書き記すと、その書き記したものって誰が読んでも同じように読み取れるわけです。目に見える形に落としていくっていうのはいいテクニック論かなというふうに。ありがとうございます。今高橋さんは競合っていうものが目に入っていないのかなというふうに伺っていて感じたんですね、はい、で競合っていうのはライバルですけれども、はい、大体同じぐらいの学歴のグループで自分が何が違うのかが分からないと、私ってこれが独特なんだとか、これが強みなんだっていうのが分からないので、うん、先ほど金本さんがおっしゃっていた自分史をできれば友達と作っていただいた方がいいかなと思います。わきあいあいとね、進められて楽しかったりもするかもしれませんし、あとお友達同士で見合うことで自分史全然この子と違うんだ、なんでだろうとか、でそこから自分の言葉が生まれてくるので、ぜひ比較して見ていただければと思います。1個目の悩みに関しては解決されましたか？解決しました。よかったです。曖昧だなって思いつつ何も行動してなかったんですよね。なんかまだいいかな、まだ大丈夫かなって思ってたんですけど、もう行動しようと思いました。10月から。今日からしました。今日から、はい。でもなんか素直な感じがすごい伝わるので、なんかすごい伸びそうな、もうすごく魅力あふれる方だと思ったんで、はい、もうそれを伝える努力だけです。はい、はい、インターンをすべきなのか、就活をすべきなのか、授業をすべきなのか、限られてるんだっていうことをまず理解した方がよくて、インターンの目的もちょっとやっぱり意識した方がいいかなと思ってて、はい、一生搾取されるかもしれないので、涙が出てきた。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。